宇奈月温泉は、富山県黒部市にある温泉。黒部川の電源開発を背景として1923年に、平家湯された温泉地で、黒部川の河岸段丘面に位置する。黒部川の渓谷沿いなどに、旅館や保養所が立ち並び、峡谷美をめでる黒部峡谷鉄道のトロッコ観光の拠点でもある。全国的にも珍しい 7km にも及ぶ、引導管を使った引導である。宇奈月温泉駅と温泉噴水歴史的には、黒部峡谷探検や黒部川の電源開発とともに発展してきた温泉地である。黒部峡谷の入り口には、ホテルや旅館、商店や土産物店が多数立ち並んでいる。富山県内の温泉地では、最大規模。富山地方鉄道の宇奈月温泉駅前に温泉水を利用した噴水がある。宇奈月温泉駅から東南に進むと黒部峡谷鉄道宇奈月駅があり、黒部峡谷を訪ねる多くの観光客が利用する。また、反対方向に向かって線路を渡り、商店街を抜けたところにある宇奈月公園には、かつてこの地を訪れたことがある昭和天皇の御成碑や与謝野鉄幹、与謝野晶子、宮修二らの歌碑がある。温泉街にはその他、面影、一服と名付けられた足湯のほか、黒部市宇奈月国際会館、セレネ、黒部川電気記念館、宇奈月神社などがある。また、右岸道路から峡谷を進むと、宇奈月ダム及び資料館、タイムライ館が見学でき、さらに橋を渡って、宇奈月湖を眺め、小野沼体験交流施設と地の湯を利用することができる。宇奈月の名称は近代になって付けられたもので、桃原の大地の近くにあった谷の名称から名付けられた。当地を訪れた人が、水の音や風の響きに心も、宇奈月、身も心も、清らかになったという伝承が、地名の由来で、宇奈月の字は、宇治や奈良と並ぶ名月の地にしようという思いから、付けられたという。右下の黒い蓋の部分から引導している。源泉はすべて黒部川上流にある、黒薙温泉からの引導である。源泉段階で、摂氏92から98度と非常に高温であり、湯量が豊富である。浴用として多少水を混ぜて引導しているため、宇奈月温泉街に到達した時点で、摂氏63度となる。早朝の宇奈月公園と足湯宇奈月神社この地はかつて、桃原呼ばれており、音、沢村の出作り小屋しか存在しない荒れ地であった。かつては、布施山会の桃原会であったが、1889年4月1日、町村制施行に伴い、桃原は、内山村に所属することになった。戦前の宇奈月温泉かつての赤松製引導館、温泉街に、いくつか展示されている。北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅は駅名に、宇奈月温泉とあるが温泉からは、離れた場所にあり、新幹線駅前にある、富山地方鉄道新黒部駅で乗り換え、宇奈月温泉駅まで30分以上かかる。南側に、宇奈月温泉スキー場がある。温泉街を見渡す宇奈月温泉スキー場の上部に、佐々木大輝が原型を作成した平和観音像がある。宇奈月温泉木管事件碑宇奈月温泉は、法律学上、極めて重要な事件である、宇奈月温泉事件の舞台となった。前述の源泉から温泉街までの引導管の、敷設地が一部未買収であったことが発端となった。訴訟である。この判決では、大審院によって、権利乱用の解釈が示され、原告の主張が、権利乱用の法理により排斥された。民法判例100の最初に搭載されている事件で、法学部などで民法を学ぶ者が最初期に目にする、判例の一つである。宇奈月マーチは、作詞、作曲、大滝詠一で1980年代に、フジテレビ系列で放送された、当時の超人気バラエティ番組、俺たちひょうきん族のレギュラー出演者の中の3人役で構成された、ユニット、宇奈月、トリオが、ひょうきん、ベスト10コーナーで歌った曲。大滝と宇奈月トリオの3人とが、宇奈月温泉を訪れ、滞在していた時に構想が浮かんだとされ、番組の企画で3人が実際に宇奈月温泉で歌ったこともある。また、大日本帝国海軍の根拠地のラバウルに宇奈月温泉という別称がついた温泉がある。戦時中、富山県出身の海軍第25航空戦隊司令部気象班員の兵士によって命名されたとされる。ありがとうございます。